どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、一番お悩みが多いお題について動画を撮っていきたいと思います。それは僕がワンラップ登録んで始めて、まあ、3年弱ぐらい経ちますけど、一番多かったお悩み、飛ばないっていうこと。もうね、多分ダントツなんじゃないかな。嘘。うん、ビーズぐらいダントツなんじゃないかな。そんぐらい飛ばないです、飛ばしたいですっていう意見がめちゃくちゃ多い。平井弘明のワンラップゴルフ。あれ、初めレッスン来た時聞くんだっけ、お悩みなんですかって、うん、お悩みなんですかと、うん、今どんな感じですかとか、うん、まあ状況確認を必ずする、うん、そうすると飛ばないっていうの、初めての人は、うん、あのいいんだけど飛ばないとか、もうそもそももう飛ばしたいとか、うん、もうとにかく飛びに関しての意見がめちゃくちゃ多い、うん、その中でもこれ以上頑張っても振れないって言って、うん、振ってる人って、うん、俺多分ね、記憶にない、どんぐらい全力で振ってない、ね、それじゃ飛ばない、それじゃ飛ばない、飛ばせない、絶対に力入れてください、もうちょっと力入れてくださいっていうことも含めて、うん、まあ、もうちょっと力んでくださいって俺言うじゃない、うん、もう全然もう俺からしたらね、もうこういう感じ、もうこんなのしか見えない、うん、お化けみたいになっちゃって、もう俺ほんと弱いから。それはさ、どういう意味で飛ばしたいかっていうのが気になるんだけど、その前トル君が言ってたような感じで、うん、その自分のマックスなのか、マックス以上を、うん、マックスを伸ばしたいのか、うん、そう、うん、緩んでんだから今の自分の限界は飛んでないわけだよね。そうだね、でもそれはあれなのかな、その緩いまんまで飛ばしたいってことなのかな、それとも緩い自覚もない、緩い自覚もないと思うよ。あのイメージとしては、うん、自衛隊とかの方とか、うん、警察官とかのもうピシッってやつあるじゃん、あれぐらいのインパクトよ、うん、あれぐらい張りがないとダメよって思う、うん、さ、おいもう俺が見てる感じはいや、それかさ、いや分かったと、うん、力入れなきゃ飛ばないのは分かったんだけど、うん、今の力感のままで飛ばしたいっていう意味なのかもしれないなと思ったの。そんなとこまで考えてないか、今の力感のまま飛ばしたい、うん、ああなるほどね、それはそれも分かる、うん、俺ね、うん、こんだけ逆サイド側から言ってんだけど、うんうん、もちろん俺プレイヤーだったから、うん、もう心境は分かるわけよ、うん、でやっぱり、うん、いい悪い、今のスイングいい悪いの別として、うん、その今のスイングを壊したくないわけよ、要はフィーリングを変えたくないの。だから力めない、力めない、だから力んだらせっかく途中でも積み上がってきたものを壊れちゃう可能性もあるし、今は別に30点かもしれないのよ、うん、だけどその30点を積み上げてきたわけじゃん、うん、したらさ、どんどんさ40、60ってなってくるじゃない、うん、それもやっぱり怖いわけよ。で、あとは飛ばしたいんだけどやっぱり曲げたくないって直前に思っちゃう時もあるし、うんうん、だからインパクトの時に、インパクトというかスイング自体に力みを加えられないことってあるし、あとは単純な不安、振ったらやっぱり、まあ、当たらなくなるとか、うん、例えばナイスドローの250ヤードが打ちたいとして、うん、でもこうなっちゃうけど一応フェアウェイは行くとする、うん、でも飛ばしたいから振ってくださいって俺が言って振ったら、もうこんなになっちゃって OB になっちゃうかもしれない、うん、そしたら、うん、あれが出ちゃうんだったら、うん、飛ばなくてもスライスしても、うん、200ヤードでもう我慢しようと、うん、それ以上スコアを悪くしたくないからっていう気持ちも分かる、うん、いろんな心境も分かるけど、うん、でも一回は飛ばしたいですよねでも分かってんじゃん、分かってる、分かってんじゃん、今まで言わなかったね、それ分かってる、言ったら、うん、言ったら甘えるでしょ分かんない、言わなかった、言わないよ、そんな分かってんだ、なんだ分かってんじゃん、気持ち分かってんだよ、だからダフリ、シャンク、スライスとか、うんうん、めちゃくちゃ、だって見てるあなたたちよりも経験してるからだからめちゃくちゃ心境分かるの、分かる、誰よりもダフってきてる、誰より、そう、誰よりもダフってるし、誰よりもシャンク打ってるし、うん、シャンクはやってないかもしれないけど誰よりもスライスしてるから、だからしないようにしてきたの、そう、だからこんだけ防御戦が視聴者より強いわけよ、試合出てた人間がだよ、だからプロゴルファーって相当防御戦強いからね、そんだけミスってんだもん、ミスってんだから、でその痛さを知ってんだから、だから
打たないのよ絶対。技術でカバーする部分もあるけど、うん、防御線がめっちゃ強いからミスを打たない。だからその中でどういうゴルフをしなきゃいけないかって言ったら、うん、やっぱりいろんなものを入れることもいいけども、うん、何かを得るよりも今の自分を磨き上げることをやっぱ選ぶよね、うん、だからそれだったらそっからね今の自分の飛距離から20ヤード伸びるわけじゃないんだから、うん、だったら今のあるショットを横幅を磨き上げて曲がらないようにした方が確率は高いしスコアは良くなる、まあ、可能性は高いよねっていうことね。これがすごく言いたいの。忘れてた。ん？その全部経験してきてるんだってこと忘れてた。あら。そういえば。そうでしょ。そう。そうちょっと最近忘れてたよね。忘れてたし視聴者の皆さんも多分忘れてた。そうだよね。誰よりもそれはふざけすぎだからそう誰よりもねミスしてるし多分皆さんが持ってるお悩みは全部、うん、通ってきてるじゃん、うん、だからびっくりする球って俺今まで一球もないからレッスンやってて、あやっぱそうなるよねって感じで、うん、答えられなかった質問もないんじゃないかな多分、うんうん、それぐらい打ってきてるからね。だからその心境は400本の動画全て分かるから動画としてできてるわけで、うん、知らない体で動画を撮ってますっていう、うん、その気持ち分かってるくせに、うん、それを言わないで、うん、押せとか力めって言ってるから忘れちゃった俺も。でもそうだったそうだった。そう本当は押せてない時もあったんでしょ。あったよあったよ。だから、うん、シルミドと一緒。何シルミドの映画と一緒。何それ本当はね北朝鮮の映画なんだけど、うん、見てる人は分かると思うんだけど、うん、本当はすごく優しい鬼教官なんだけど、うん、死なせたくないから厳しい訓練をさせるの、うん、だけど本当は訓練生たちの気持ちを思ってやってくれてるよってこと、うん、ああそうなんだ。そう俺そのシルミドっていう映画大好きなんだけど。あそうなんだ初めて俺が聞きましたからそうだからミスの気持ちはすっごい分かる。本当分かってる。飛ばしたい気持ちも分かってる。分かる。俺も飛ばしたかったからね、うん、だけど触れない気持ちも分かってる。分かる分かってる。だから振ったら振ったでこうやってなるのも分かんの一番最初に、うん、そうでそれが嫌で、うん、左に行くのも分かんの、うんうん、そうだけど、うん、それを経験してきた上で、うん、こういうことが先に起こるから未来に、うん、だからそれに対してこういう対応してくださいねっていうのを動画としてそうやってます。で飛ばしたければそういうのを踏まえてどうしたらいいの。できないできないですそういうことなんだ結局。そう本当に手元止めてヘッドの先端をこうやって力めなかったら飛ばせないってことはもう間違いない。もちろんそれに対していや体つかなかったらって言うんだけど、なそれは体使ってください。体使ってヘッドを動かすために体を使うんだから下半身のためにヘッドは使わない。クラブは使わないよね。そうクラブを使う動かして強く打つために下半身を使うわけだから、うん、あくまでもこの子クラブのために全てのパーツを動かせれば早く振れますので、ただメインとして体を考えるんじゃないよってことが言いたいですね。本当に飛ばしっていうお悩み多いんです、うん、飛ばせないとか、もっと飛ばしたいとか多いんですけど、ブヨったな、ブヨに刺されたな、ブヨ、うん、だからしっかりとクラブを使ってあげて動かしてあげて強くボールに対して強く衝撃を与えるために自分がどうするかっていうのを考えて飛ばしに行ってみた方がいいですね。だから今よりも強い力で振らなきゃダメなんですよ。今と同じ力だったら今と同じ飛距離になるんで、そこはもうはっきり分かってください、うん、まあトレーニングしてもいいでしょう。あとは素振りだけでもいいんですよ。早く今よりも早く振る、早い時間で振る、短い時間で振ることっていうのもすごい大事なんで、ただ早く振ったら遊び手の中の遊びが増えますよね。遠心力がかかるから、だからどこを強くねじ締めをしなきゃいけないかっていうのもしっかりと自分の中で考えてやってみてください。では動画の以上になります。あと飛ばす方法。飛ばす方法ですか、うん、飛ばす方法は俺知ってる。何？ワンナップゴルフに来ればいい。とりあえずだってみんな伸びてるでしょ。飛ばなくなって帰った方はいないと思います。いないでしょ。しかも飛ばしたいとかじゃないけど、そう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 、ちゃんと伝えられるようになれば、うん、パワーをそう勝手に飛距離が伸びます。そう自分の、まあ、マックスと言われてるような飛距離に、うん、打てるようになってくるんで、予約は取れないけど来たらいいよね。そうですよね
からくりとかじゃないんですよ本当に。なんで取れないかっていうと、オンラインサロンメンバーの方優先的に予約を今流してるんですね。それでそこで予約が埋まってしまいまして、一般公開まで毎月行かないっていうことなんですよ。なのでご了承ください本当に申し訳ないです。ただオンラインサロンに入ったからって予約が取れるわけではないので、オンラインサロンには入らないでください。お願いします。絶対入らないでください、今回はですね、飛ばしたいお悩みについて気持ちわかるさっていう動画をですね撮ってきました。ブヨにブヨに刺されたよ。そうなんです、左すねちょっとブヨブヨったな、これパンパンに腫れんだよな。そうブヨったっていう動画を撮ってきました。そう、さっきはムカデで今回はブヨです。茨城は虫が豊富なんでぜひいらっしゃってください気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください